日米通算170勝、はいね、WBC も出て、オリンピックも出てるんだっけで、メジャー行って、俺、びっくりな声がいこたよ、<笑><笑>すごい選手じゃんと思って。<laughs> があのメジャー挑戦するときにマリナーズも,もちろん調査してたんですねその情報ではやっぱり前件は先発じゃなくてやっぱ中継ぎかなっていうような評価でしたので、はい、ちょっと嫌な質問をするんだけど田中将大投手がヤンキースにいました、はい、契約できなかったよねそれはいや落ちてはいないと思います、はいま